皆さんこんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。実はちょっとアオピポンピさんの調子があまり良くありません。ちょっと吐くばっかりして食欲も全くないようです。なのでですね、年末に予定していた抽選会がですね、ちょっともう年始になりそうなんですけど、ご了承ください。まあ、どちらにしても発送させていただくのは年始の海進丸の牡蠣の販売所が営業開始してからになります。なのでですね、抽選会の動画のアップが正月過ぎてからになるかもしれませんので、すいませんけどご了承ください。今回はですね、今年の動画は上げれないと思ってたんですけど、なんと頑張って編集したら今日できましたので、もう一本上げたいと思います。年末の量です。よかったら見てやってください。本当は笠岡諸島の方に行こうと思ったんですけど、トラブって直してる間に神へ神へ流れて水島の方へ来てしまいましたんで、もう今日は水島周りをやって帰りたいと思います。では1番目が上がりましたけど、寒いから電池の消耗がめちゃくちゃ激しいですね。ここ来たらもうゲタ投稿でしょうね、そりゃ取り込めれない、ショッタンが取り込めません。よし、もういいです。いや、やっぱりゲタだらけ。もう需要なくてもゲタ取って帰るしかないですね。あんまり吹き出したらちょっとお買い入って芝居日を取ります。芝居日年末すごい相場ですよ。信じられないぐらい値段上がってます。やっぱり年末は甲殻類ですね。取りながらゲタ取ってますけど、さてゲタを拾いたいとこですけど、ゲタを拾う前にちょっと手を拾いましょう。マリン、マリン、これとこれなんか一緒にいても忘れたら分からんでしょう。こんな顔だけ出たら分からないですよね。マリン、自ら出てきてくれたら助かります。最初に来た時ほどやっぱお金いないですね。まあ当たり前ですけど、ちょっと減ったようです。どこでを持っていき終わりましたんで、続いてゲタを拾いたいと思いますけど、まだ残ってるんでしょうね、お金が。前回も備えた時は網を移した時全然お金見えなかったんで、機内やめたと思って全部寄り終わった後にこれを持っていこうかと思って手をついたらここにいたんですよね。スコッと行ってしまいましたけど、全然気づかなかったですね。まあそれはいいですけど、ゲットを拾いましょう。1、2、3、でもちょっと小さいのでリリース。あそこに塊がいます。4、5、6、7、8、9。これはゲットのうちには数えません。自分は青ゲタですね。高麗ゲタかな、正式名称は。11。わあ、でかい6尾。これは刺身でうまそうです。12。13。ちょっと大型船の怒りの後へ行っちゃったんで、泥まみれですけど。14。1番目、通常少ないんですけどね。なんと14いました。まあ問題は年末なんで、魚系がちょっと、相場がしないかもしれないことですね。14でした。2番目が上がりました。カモメがもう待ってます。今日はですね、もうカニが1枚でもいればラッキーかなと思ってやってます。1匹いてくれればいいと思ってます。さあ1匹取れるかな。1日で、しかしもうこれだけ寒いともう完全に冬眠状態入ってますからね、カニも。またゲタのみ込み、またゲタのみですね。今度はおこでも見えない。いつもいました。
けど、チヌとかどうなんかな、年末。ちょっとチヌの相場が想像できませんけどね。あんだけちょっと来ぜ。オープン、ちょっとこの雨が続きそうです。ちょっとあと何番かここをやるんで、当分この雨が続くと思います。風が強くなったら丘へ入ってエビ拾いたいと思います。まあ、2番目も同じような感じでしたけど、ここでいないと思ってたけど、やっぱいましたね。色が同じなので分かりません。メタは1番目の方が多かったかな。あ、そうだ、イタボがいました。プルゼント用のイタボです。この辺イタボ一番多いんで黙ると思います。おそらく同じような雨が続きますんで、ちょっと撮影一回やめるかもしれませんね。なんか珍しいものがいたら、またまあヒラメとかなんかそういう大物がいたら、またカメラ回そうと思いますけど、多分回してない時にいるんでしょうね。今日の干潮が10時41分になってますけど、今8時38分です。あそこがもうすぐ寄島なんですけど、これぐらいの気分値で大体ご干潮の2時間前に潮が返します。今から下り潮です。あちらに潮が流れます。こっちに流れてますけど、こういう左返しとかによく大物が入るんですよね。なので次はちょっとヒラメが入ってるかもしれませんので、カメラを回してみたいと思います。ちなみにもう少し丘側のもう完全に丘口だと、潮が返すのは1時間前です。もうすぐ近くなんですけどね、1時間違います。浅岡諸島の沖の方に行くとですね、真鍋島を越えますと潮が返すのが土管潮とか土満潮の3時間前になります。もしヒラメがいたら超嬉しいけど、赤ゲタとオコゼしか見えておりません。ないか、贅沢は言われません。赤ゲタとオコゼカモン。おおおいった。年末の渡りがに乱暴するんならさすが下り返し。これ恐ろしいじゃないですか。いや、ヒラメどころじゃないっしょ。ヒラメ 2.5 枚分まさかの。ちょっと取れると思ってなかったんで興奮してますけど、マジか、よう無事でおったな。いや、無事で傷なしで入ってくれたのが超嬉しいです。足も全部揃ってるし、ありえん。こんな硬い方をかけてるところで、硬い方の砂地はよくもう傷になっちゃうんですよね。爪がやっぱ弾かれますからね、砂に。いや、嬉しい。何をするのか。これでさらにヒラメなんか引かれた日にはと思うんですけど、まあ見えませんね。そうか、ダメにもヒラメは。おお、マジか。マジか、おい。傷ない。足も揃ってる。すっげえ。マジか。ちょっと2枚目はもう発狂を通り越して鳥肌立ってますけど、乱暴するんだろこれ。って言ったら、まあみんなも取ってきた、切れたりしてね、あんまり相場伸びなかったりするんですよ。自分が取るくらいではみんなも取りますからね。なんか、チヌも入ってやっぱ下り返しはゲタもやっぱ大きいのが入ってますね。やっぱ下り返しはもう入りがやっぱ違いますね。全然ちょっとオコゼとチヌさんにも撮影手伝ってもらって、カメラが汚れたんで拭いてまいりました。グッドショット撮影させてください。いや、すごい、なんぼするね。両方とも500ぐらいあるんじゃない。多分500、500ぐらいでしょうね。いや、寒いんで針もちょっとこう固まってますけど、で期待してね、安かったりすることも多いんですよね。そういう時はもう、まあ、漁師さんなら分かっていただけると思うんですけど、がっかり度数半端ないです。やっぱり潮の返しはゲタとかも大きいのが入ったりしますね。今まで入ってたやつサイズが違いますね。人から倍ぐらいあります。ここでも結構溜まってきてるんですけど、
これぐらいです。まあいくらここで焼けたを積み重ねたところで何一枚になってません。カニライスよっこいせ。さあまだ下り潮が続いてますけど、あらさっき長靴があったんで大ダコチャンスと思いましたけど、長靴落ちちゃったな。なんかちょっと画面が緑色になってるような気がするけど、気のせいか。なんかちょっと画面が緑色っぽい。さっき一番かけないのがいいやつよ。まあでも同じようなコースですね。でかいタボ分解すればプレゼントに使えそうです。ヒラメはいそうにありません。鳥肌が。よくよくそご無事で下り返し最高です。これは嬉しい。もう涙が出るぐらい嬉しい。よくぞご無事で。これも傷ないでしょ。傷ありません。無事です。しかしよこんな硬いところでも砂地に近い方まで来てますけど、当たること自体が奇跡ですし、傷がないのも奇跡です。嬉しすぎる。この2番でもうちょっとミッドになったかもしれません。帰っちゃおうかな。いやそういうわけにはいきませんね。もう少し頑張ります。まだ午前中なんでもう少し頑張ります。いや嬉しい。これ550ぐらいですかね。ちょっとこれも何ぼするんか YouTube 上ではちょっとはばかられますけど、インスタの方にアップするかもしれません。まだなんとか下り返しが続いてます。そろそろ波を巻きます。風が出てきたんでちょっと丘に入れようと思いましたけど、なんと舞いできたんでちょっと起き出してきました。現在大佐山の沖側です。石がれと動画。ここはやっぱゲタがいないからちょっとパッとしませんね。でも石がれ初撮影ですね。石がれ実はもっと大きいのが先日いたんですけど、カメラ持って行ってない日だったんでですね、撮影できずインスタの方には上げましたけど、目のもう一回りぐらい大きいのがいたんですね。カレーもいたんですけど、でもやっとできました撮影。石がれオポゼが出てきた後に大体出てきますね、こういうカレーとか。あとはオポゼはどこでもいますね、多いか少ないかだけで。よいしょ。おー石がれ。石がれもなんかダメージの方と砂地の方で模様違いますね。やっぱりやってしまいました。今日一でかいやつ砂絞って失敗。でかいやつを置かすじゃないですか。これはやってもうた。がっくり度数100。まさか俺思わないし、今見ちゃったらお金入れずに結局 U ターンしてしまいましたが、まあおらんでしょうね。石がれについて撮影に成功しました。マコカレー結構いい方ですね。まあここではいいです。珍しくないから、ちょっとさておいて一応映ってもらいました。でかいからマコカレーゲットしました。石がれとマコカレー1個ずつゲットしましたね。去年多分いなかったと思うんですけど、どこにいたんでしょうね。このサイズだということは去年もいたはずですけどね。この間撮ったやつはもうちょっと大きかったんですよね。結構自分はこれの刺身好きですね。なんか塩焼きが美味しいって教えてくれた方がいるんで、今度取ったら、今日はちょっと年末なんで売りたいと思いますけど、今度取ったら、年明けに取ったら塩焼きやってみたいと思います。やったねマコカレー。まあ、マコカレー撮影できたんで、まあ、U ターンしてよかったですけど、まあ、このまま寄り島に向けて漕ぎながらエビ拾いながら帰りたいと思います。よいしょ。
カメラ回すつもりなかったんですけど、白いものが見えてるんでちょっと回してみました。当然見だけだと思って回すつもりなかったんですけど、これじゃない。こっちこっち。お、嬉しい嬉しい、最後です。ちょっとびっくり。やっぱ夕真面目だからですかね。ちょっとびっくりしてます。どう。どう。ちょっと驚きすぎて言葉が出ませんけど。やっぱり夕真面目パワーか。600弱。驚きすぎて言葉が、よう考えたらあれですね、今夕真面目の上り返しですね。もう一番やろうかな。いや、やめとこ、帰ります。寄島すぐそこです、帰ります。よっこいせ、歩くのも大変。よーいせ、帰りました。ちょっと言うのが早くない？まだカメラ構えてない。今日の漁はどうでしたか？お客様に豪華な品を用意しております。なんでご意見もう笑いおるやん、もう笑いおるやん、こちらをまたやったか。こちらを奥様に、こちら奥様にはこちらをご用意して。でかすぎ、もったいない。でかすぎよ、何センチこれ。でも700はないかな。でよぼー、おー、素晴らしいですな。構成になりすぎですよ。今日もそしてもう一品奥様にご用意しております。こちらの冷たてをご用意しております。また冷たて、なんていう贅沢。うわー、これは宝石はございませんが、うわすごい、もうこれ自体が宝石ですな。どんな宝石、またまた、これまた、これを器にして、ほんなら今日もゴージャスですな。しかし、はい、安心してください、入ってますよ。5、はい、何でしょうか。ヒラメ、ヒラメはどこと思いました、はい、しかし、しかし、おお、すごいじゃない。親が、おー、ルーゴーも親がいる。これだな、これが古傷なんだけど、まあ古傷なかったら送ってあげる。なあ、これ古傷なかったら送ってあげてもよかったかと思うけど、でもへ、あ、もうちょっといっとるしな。ああ、ああ、いっとったな、枝が下がるね。まあ、しゃあね、ここもちょっといっとるしな。やっぱちょっとかけとったんか。起きてみた時めっちゃ喜んだけど、やっぱちょっとかけとりますね。まあでもいいです、やりましたね。やったね、これだけでももう十分です。寒い時にいただきあります。よく感じます。ラストなのヒラメ、こっち、ヒラメ、あ、でかい、ラストなのやったか、びっくりした。最後に帰ったらおった、こっちもでかい。あとはいつものここでが結構と、あぐけた結構。でも年末なんで中谷さんたちがブリ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 言うてますが、ブリブリっていうのはあれです、ブリブリ言うてるわけじゃないです、もうブリを売る方向に舵を切ってるところです。ブリ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 ってなってますんで、中谷さんの、うん、年末はブリですね。年末はどうもブリらしいです。ブリー、小瀬やゲタが下手すると二足三文の可能性もありますけど、うん、年末も小瀬ゲタを食べよう。まあでも、そう、年末も小瀬ゲタ食べようキャンペーンするときに、うん、ブリばっかり食べておきましょう。はい、それだから我が家もブリ頼んでますけど。それでは今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。